はい、どうも、セイリーです。KOF98、アルティメットマッチオンライン実況やっていきます。頂上決戦でやっていきます。今回は、選択チャレンジね。かっこイボさん、先制取られましたね。シェルミーとシャンフェイ。選択チャレか。シェルミーにしとこう。スキルが嫌なんでね。レオナ。先制取られてるよね。クリザリッド。最後は UR か。クーライグニスね。イグニスかな。ちょっとパッとしない感もあるけどね。創生ヘビがもう取ったメンバーでできてる。2代目とネストスタイル今日。ジョンフンもいたな。うわ、ベニマルとゲニか。ちょっと選択が弱いね。ていうか、防御型がいないからやばい。ヘビ創生でいきます。ヘビ創生で。頭レオナにしようかな。頭レオナでいきましょうか。これでいいかな。ちょっとでもパッとしないな。この場合はレオナはシャンフェイに飛んでいくかな。あーでもゲージ溜まらへんな、これゲージ溜まらへん。どうすっかな。ゲージが溜まらん。こういこう、こういって、このラモンは叩いていきます。さあパワーチャージ。このラモンの必殺でテリーは怒りダウンするかな。そこ結構微妙なんですけどね。多分しないかなと思ってここに出したんですけど。どう？あ、せえへんね。せえへんけどゲージ溜まれへん。怒りダウンないがゲージは溜まらない。あ、クーラスキル。これはね、レオナ V スラッシャーは、ラモンに飛んでいくから、ここは、V スラは使わない。シェルミー使おう。シェルミーフラッシュだけ使います。で、ウガールは倒さない。倒さないというか倒せないね。必殺打たないと。これで調整しながら次で一気に行こうかな。ルガール、ギガンテック、あーイグニスか。できればレオナあたりに飛んでほしかったな。ここのシャンフェ、シャンフェちゃん、シェルミやられるね。これ V スラの使いどころかな。ゲンハリケーン、どうすっかな。クリーザーもありやな。クリーザーヘビ創生やし、フリーザ行っとく？いや、ベニマルにしとこう。うん。で、あ、右京さんでもよかったかな。ちょっと、難しいっちゃ難しいね。さっきベニマル。ベニマル打って、倒してもた？あ、倒してないね。そうそう、今倒すとあかんから、絶対に。ここはテリーの方がいいかな。パーゲイザー打ってから、レオナは使っていく。で、イグニスも使います。いや、使わんでもいいか、ここは。ルガールは生かそう。多分生きるでしょ、これで。多分生きる。うん、ルガール生かしとこう。今2体倒しました。クラーク、あー、クラークや。マジか、クラークいたんか。全部技型やで、これ。めっちゃやばいやん。めっちゃやばいわ、これ。うわぁ、クーラー使えるやろ。いやぁ、やってもうた。イグニス使っとけ、これ。あかんわ、全滅じゃない。クラークスキル出てたら全滅やな。クラークスキル次第。あー、全滅か。スキル出てる！うわぁ、やってもうた。やってまいりましたね、これ。いや、ガチでクラークは、見てなかった、キャラが。クラークいるとこまで見えてへんかったな。しかもこっち全部技型やったからね。もうクラークに完全に撃破されたね。今のやってもうたね。クラークにしてやられたって感じですね。もう一回行きましょうか。ボタン押してますよ。リリーさんね。先制取りました。サオロチアシロ。クラウザ。クラークやっぱダメージえぐいね、今の。クリスとハイデルンは、どうしよう。クリスかな。先生取ってて、クリス、まあ、あれなんですよ。復活されると嫌なんでね、取っとくっていう感じ。で、オロチ渡して、マキやマジっすか、マキとオロチ。うーわ、このメンバーでマキは厳しいな。マキ、しかも沈黙入らへんからね。クーラー、置こうかなと思ったんですけど、まあ、沈黙が入らんから、
ちょっとやりづらいって感じですね。クリス、頭はダイモンでいいかな。これでいこう。あれ、マキ出してない。珍しいね。お、めまいした。いいね。マキを出さないか。それやったら全滅狙えたら狙いたいね。マキ出さへんやったら。まあでも、ヤシロもいるし、オロチもいるしって感じやね。どっちもおるから、全滅はちょっと狙いにくい感もあるけど、クラウザースキル出えへんな、2ターン。マジか。レオめまいしてくれ。めまい。ないか。クラウザースキル出えへんのはちょっと痛い。ヤシロ使ってくるよね。さあ、ヤシロは、ハイデルンを前にしてくれる方がいいな。めっちゃ考えてますね。ハイデルン前。ヤシロはミリオンバッシュを使う。ハイデルンゲージ溜まってるんかな。あ、溜まるか。そうか。めまいだけやったら溜まるね。怒り下げ出てなかったわ。で、ここは、ダイモンは微妙に生きそうやけど、微妙に生きるね。3ターンか。このまま行きます。このまま行って、ここはね、まあ、微妙に叩いていくっていう感じかな。こうかな。さあ、ブリッツボール。ガードめっちゃするやん。なんで？え、ハイデルンがガードするのは、バフないよね。たまたまか。ヤシロ、あ、ヤシロのバフか。前列のキャラをガード率上げたりしたっけな。お、ラッキー生きてる。ラッキーが生きる。で、ラッキーが生きて、オロチとシェルミはゲージ溜まってるでしょ。クラウザー捨てるかな。まあでもこれでいいかな。そうですね、これでいこう。これ使って、で、ここは、微妙に叩いて、こっちの怒り下げしとこう。さあ、ブリッツボール。まあ、ここラッキーやられるんですけど、状態異常が痛いんですよね、オロチの。状態異常がなかったらいいんですけど、まあどうかなっていう感じ。マロカレから使う。まあこれどっちに来るかですね。ああ、両方イカレダウンしてるわ。両叩きに来るんかな。まあ別にこれどっちでもいいんですよ。全滅を狙ってるんで、どっちがやられてもまあ一緒なんですけど。ただもう全滅を狙ってる時点で、ヤシロとオロチの復活されたら、もうほぼ負けっすね。こうなると。で、これ量溜まったんですけど、多分ね、これハイデルに飛んでいくんですよね、量が。なんか量は出しにくい。クラウザー一体出しでいいかな。こういっときますか。ここは全部バッドで。あ、めまいした。こんな感じでね、叩かせて。まあ、クーラー出せば多分全滅取れるんですけど、もう一回調整してもいいけどね。まあでもクーラー出したらいけるよね、ここ。そうっすね。クーラー出して、もう一回調整してもいいけど、まあクーラーでいこうか。もうこれ、復活されたらほぼ負けやな。こういっとこう。復活されたら、ほぼやばいけど。先にこれはクラウザーかな？そうっすね。さっきクラウザー打って、次クーラー打ちます。やめてくれ、復活。ヤシロもオロチも。やめてくれ。とりあえずヤシロはない。とりあえずヤシロはないけど、あーもうオロチおーいマジっすか。もう、巻き出される。いやー、オロチねー。巻きがいるからもう無理っすね。これは、勝てない。勝てないと思う、多分。これ、オロチ打てるんじゃない？ほんで。こっちのクリスも復活してほしいな。ないんかい、こっちは。いやー、無理か。全滅やん、っていうか。クーラー、立て。よし。これ、生きたやろ。生きたけど、もう、やばいやろ。どっちにしろ状況やばいよね。ここは使って、キングは温存。キング温存して、めまいした。いいね。さあ、クーラーゲージ溜まったよ。オロチでも打ってくるんじゃないこれ。おし、打てない。ワンチャンあるか？ワンチャン。可能性は出てきたな。先キング使います。可能性は出てきた、これは。で、クーラー使って、オロチ倒して、とりあえずね。とりあえずオロチ倒すんですが、マキがもう強いから、マキはもう最後でいいっすね。この最終倒しときたいな。
倒せるかな。あーどう、押した押した、いいね。じゃああと1体ですよね。あと1体だけ、ラモンだけ、ワンチャンあるかこれは。オロチヤシロ硬いし、ここオロチヤシロ硬いし、あー怒り下げられたわ。ただマキが復活するとこまで考えなあかんから、どうかな。ここゲージ溜まるんちゃう、マキゲージ溜まって今9ターン。これクーラー生きてくれ、頼む。クーラー生きろ、よし来た、ガードした、ナイスガード。お、これ勝ったよ。イッチマイナー打てるし、ちょっと待って、イッチマイナー打たん方がいいかむしろ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、今10ターンでしょ。でこれマキ倒しちゃうと、マキ倒しちゃうと、いや打っとこ、打ってもオロチヤシロ崩されへんかこれは。 できればラモンにめまい入れたいから、こっちかな、こういって、そうそうそう、こうめまいないか。でこれまあ千鶴に打たれるんですけど、オロチヤシロ倒されへんでしょ。千鶴に打たれてもラモンは打てない。よしよし勝った、勝った、いやーこれはよかった。オロチに復活されて、マキ出されて、スーパー絶望的やったんすけど、じりじりいけたね。っていうかオロチヤシロがいたからか。いやこれはね、激闘やったな、ほんまに。もう背水の陣から、絶望の淵に立った後にオロチヤシロが助けてくれたね。いやこれはね、ほんまに激闘やったっす。なんとか勝てました、よかった。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。